皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、Jリーグニュース第18弾について紹介していきたいと思います。まあ毎度のごとくね、やらさせていただいている Jリーグニュース、まあ今日はね、結構年末ということで多めにやらさせていただきたいなと思います。いつもはね、Jリーグニュース3つか4つ、まあ多くても5つというところですけど、まあ今日はそれ以上やらさせていただきたいなと思いますし、まあ J1、J2、いろんなね、ニュースを取り上げさせてもらいたいと思いますので、まあ、Jリーグファンの方ね、必見だと思います。まあ、あと2日で今年はね、終わってしまうことになりますけど、来年以降もね、やっていきたいと思いますんで、まあ、今年のあと2日、Jリーグニュース残りのね、ところ楽しんでいけばいいのかなと思います。ということで、最後までご覧くれれば嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まず1つ目の Jリーグニュースから紹介していきたいと思います。1つ目ですね。マチダゼルビアは今季レンタルでサンフレッチェ広島から水本選手を借りていたんですけど、まあそれをね、完全移籍で今季ね、獲得することが分かりました。まあ水本選手はね、広島時代からリーグ優勝を果たすことなど、まあ日本代表に選出するなどで、とても経験豊富なベテランの選手になっています。広島時代にはね、137試合連続フル出場などが行われたり、まあ J1400 試合を達成するなどね、まあ、広島だったり、まあ、J リーグの中では、鉄人と言われる、ね、相性でここまで活躍してきました。まあ、137試合連続フル出場というのはね、1年どころの話じゃないですし、まあ、イエローカードだったり、累積というところでももちろんない、この水本選手なんで、まあ、怪我だったりというところでね、欠場もせず、まあ、累積というね、まあ、アクシデントにも見舞われずね、ここまでやってこれたというのはね、とても素晴らしいことだと思います。広島の若返りなどもあってね、昨年は松本山雅にレンタル移籍をして、今季からね、町田ゼルビアにレンタル移籍をして、まあ、来季からは町田ゼルビアで完全移籍という形になりましたけど、まあ、新天地でもね、頑張ってほしいと思いますし、広島の4番といえば三本選手というぐらいね、サポーターの中でも愛される存在でしたし、今季も、町田でね、まあ、復活選手とね、まあ、コンビを組むことが多かったですけど、バリバリ動けてるってことを考えますと、まあ、町田でもね、鉄人という相性はこれからもね、続いていくのかなと思うとね、まあ、個人的にも嬉しい気持ちになりました。来季もね、J2 という形になりますけど、まあ、町田ゼルビアを来季 J1 昇格に導いて、また J1 の舞台でね、活躍する水本選手を個人的にも見たいなと思いますんで、まあ、来季以降、町田ゼルビアで頑張ってほしいなと思いました。はい、ということですね、続いての J リーグニュースは、大分トリニータが川崎フロンターレに所属する下田選手の獲得が濃厚という形になりました。下田選手はですね、2014年にバンフォーレ甲府に入団をして、まあ、そこから湘南ベルマーレだったりを得て、2018年に川崎フロンターレに入団をしました。今季はね、14試合という出場数にはとどまってしまったものの、まあ、その14試合、その少ない出場機会の中で持ち前のハードワークだったりキックを生かして存在感をアピールしてね、川崎フロンターレの最速優勝というところにもね、大きく貢献しました。大分トリニータはね、この下田選手の補強っていうのはとてもいいところに目をつけたなと個人的にも感じています。ボランチを主戦場とするこの下田選手を獲得できることとなれば、セットプレーもね、武器というね、することもできますし、リーグ優勝を経験していることなどもあることを考えますとですね、試合運びなどもね、しっかりとできて試合に落ち着きも作れるなど、非常にね、いい補強なのかなと個人的にも感じています。まあ、岩田選手だったり田中選手などのね、主力も目立つ中、まあ今日ね、鈴木選手、センターバックの、まあね、ずっとフル出場で出ていた鈴木選手ってところがいなくなってしまうというね、まあこの主力の放出が目立つ中で、このね、ボランチの下田選手を補強できることになればとても大きいと思うので、今後の進展を待っていきたいと思いますし、まあ先ほども言いましたけど、大分トリニータはね、今年ちょっと主力の放出っていうのが多い中で、来季ね、ちょっと厳しい戦いを強いられると思いますけど、まあ、この下田選手の獲得をとりあえずしてね、来季何としてもね、 J1 という舞台でね、活躍できることを期待したいなと思いました。はい、ということでですね、続いての J リーグニュースを話していきたいと思います。続いてはですね、ジェフユナイテッド千葉は鹿島アントラーズに所属する伊藤選手の獲得を完全移籍で獲得することが決まりました。伊藤選手はですね、2012年に鹿島アントラーズから入団をして、まあ、スタメンでね、活躍する時期もありましたけど、今季はまあ、新監督なども招聘して出場機会になかなか恵まれず、ルヴァンカップの出場だけにとどまりました。来季からですね、9年間所属した鹿島を離れ、まあ、心機一転という形で千葉で活躍することを決めました。持ち前のスタミナだったり積極的な攻撃参加を武器にですね、来季、ジェフユナイテッド千葉でね、J1 昇格に向けて頑張ってほしいと思いますし、まあ、先ほどの水本選手のところでも言いましたけど、来季ね、J1 昇格を果たして、まあ、またね、J1 の舞台で、まあ、カシマントラーズ相手だったりというところでね、活躍する伊藤選手を個人的にも見たいなと思いました。
ジフユナイテッド千葉はね、タメダ選手だったり、鳥海選手というところでね、主力の、放出がね、ちょっと多い中で、この伊藤選手というところを獲得できたのは非常に大きいと思いますし、まあ、何度も言ってますけど、来季ね、J1 昇格に向けて頑張るというところではね、非常に J1 での経験もある、この伊藤選手を、獲得できたのはとても大きいのかなと思いますので、まあ、来季以降のね、ジェフユナイテッド千葉の飛躍というところも、個人的にも期待していきたいなと思いました。はい、ということでですね、続いては、まあ、2選手同時の、発表という形になります。題名でもわかる通り、清水エスパルスがサガン鳥栖に所属する原選手を完全移籍で獲得すると同時にね、ギラマンズ北九州に所属するディサロ選手の獲得が濃厚という形になりました。まあ、非常にね、積極補強を行っている清水エスパルス、またしてもですね、この2選手を獲得したというのはとてもびっくりしたニュースでもありました。まあ、まず原選手の方から話していきますと、原選手はですね、2019年にアルビレックス新潟からサガン鳥栖に移籍をして、まあ、今シーズンね、28試合に出場して主力として活躍してきました。足元の技術に長けた選手で、ボランチだったりセンターバック、まあ、サイドバックなどね、複数のポジションをこなせる器用な選手になっています。昨年にはですね、日本代表にも選出され、まだ、22歳ということもあってね、まあ、伸び盛りな選手としてね、これからも期待できるということを考えると、まあ、この獲得をできた、清水エスパルスは、とても大きいのかなと思いますし、まあ、冒頭にも言いました通り、主力の遺留に加えてですね、新監督のロティーナ監督を招聘して、まあ、権田選手だったり、片山選手、外国籍選手など、加えてね、この若手の原選手を取れたっていうのはとても大きい補強になったと思いますし、まあ、この冬ね、一番動いてると言っても過言ではない清水エスパルスですので、まあ、来季の挽回というところにもね、個人的にも注目していきたいなと思いました。続いてディサロ選手の方を話していきますと、2019年に法政大学から加入をして、初年度、まあ、その時は北九州は J3 だったんですけど、26試合に出場して7得点という活躍をしました。昇格をした今シーズンはですね、J2 で35試合18点と、まあ、初年度より大きく上回るね、ブレイクを果たして、得点ランキングでも2位というところにつけました。ディサロ選手はですね、イタリア人の父を持ち、身体能力抜群で、まあ、天性の得点感覚を持つディサロ選手ですけど、まあ、今年のね、冬、おそらくステップアップ移籍があるだろうなと、個人的に予測していた中で、この清水エスパルスのね、移籍というところは、個人的にもちょっと、意外だなというところもありましたし、清水エスパルスの移籍が濃厚という形には正直びっくりした部分もありました。今シーズンはですね、コロナなどの影響もあって、資金面でも、厳しい状況がね、J リーグ各クラブで強いられている中で、どこからそんなにお金が出てくるんだろうっていうぐらいの、積極補強が行えているこの清水エスパルスので、来季のね、とても楽しみなクラブの一つだと個人的にも考えています。今シーズンはですね、サポーターとしても不甲斐ないシーズンになってしまった清水エスパルスですけど、まあ、この冬もう清水エスパルスのサポーターがびっくりするぐらいの、ね、補強を行っていますので、来シーズンはね期待できる補強が行えていると思います。来季の清水エスパルスがより一層注目していければいいのかなと感じていますし、まあ、J リーグファンの方、ちょっとね、気をつけながら来季の清水エスパルスにも、注目していければいいのかなと思います。はい、ということでですね、今日の J リーグニュースラストの方を話していきたいと思います。こちらね、結構注目の、遺跡になっています。冒頭にも分かる通り、川崎フロンターレに所属する森田選手がですね、ポルトガル一部のサンタクララからオファーが来ているということが判明しました。森田選手は今季ね、リーグ戦だけでも30試合に出場して、まあ、その他ね、ルヴァンカップだったりも出場しましたので、不動のアンカーとして、地位を確立してきました。まあ、シーズン、始まった当初はね、なかなか自分の立ち位置というところはつかめなかったものの、まあ、シーズン途中からこのアンカーとしてね、しっかりと活躍して、まあ、この森田選手の元々の強みでもあった対人の強さに加えて、まあ、パスだったりミドルシュートというところもね、今季は際立っており、川崎フロンターレの最速優勝の立役者にもなりました。現在でもですね、国内組の招集がある際はですね、代表にも呼ばれることもありますけど、まあ、この25歳というサッカー人生のね、とても勝負の年になっているというところでの、この初の海外挑戦となります。移籍先としてね、候補が上がっているこのサンタクララはですね、ポルトガル一部リーグに所属しており、一昨年は10位ということもあって、昨シーズンは9位ということもあってね、注意のシーズンで終えることも多い中で、まあ、このサンタクララとしてもね、もう一つ上のステージに食い込んでいくためにも、この森田選手の獲得に動いたのかなと個人的には考えました。今季はですね、森田選手自身初のベストイレブンにも選ばれて、充実したシーズンを遅れたであろう森田選手は、まあ、元日に行われるですね、天皇杯決勝に勝利して、まあ、2冠でシーズンを締めくくるとともに、まあ、川崎フロンターレの伝説の男である、中村健吾選手の優秀の美を飾ることがね、まあ、この森田選手の最後の役目でもあるのかなと思いますんで、まあ、ぜひ元旦のね、天皇杯決勝、注目して見ていければいいのかなと思います。
まあ、もしね、この森田選手の移籍が実現することとなれば、天皇杯決勝後にね、移籍をする形ですので、まあ、今後の動向を追っていくとともにね、数日後に迫る天皇杯の決勝というところも楽しみにして見ていければいいのかなと思います。まあ、ガンバ大阪だったり、まあ、川崎フロンターレというところはね、なかなか、移籍の情報がね、天皇杯終わってから出てくると思いますけど、まあ、そのフライングという形で森田選手の方がね、ちょっと記事に出ましたので、今回取り上げさせてもらいました。はい、ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、冒頭にも言いました通り、今年はですね、今日含めてあと2日、3日後にはですね、天皇杯決勝が待ってるということもありますんで、まあ、自分自身とても楽しみにしていきたいお正月だと思いますし、まあ、J リーグファンの方は、まあ、この動画を見てね、J リーグの、まあ、情勢だったり、移籍の動向っていうところをたくさん知っていただければいいのかなと思いました。まあ、J1、J2、いろんなニュースを取り上げさせてもらってますけど、まあ、自分自身拾いきれてないニュースなどもありますんで、まあ、このニュース取り上げてほしいようなどもあれば、ぜひね、コメント欄に書いてくれれば取り上げていきたいなと思いました。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイ。